今日はね、あんなもん炎上とも思わないんですけども、ツイッターでちょっとね、物議を醸してツイートしてしまって、謝れ謝れとね。ただ、誰に謝ったらいいのかなっていうのがあるんでね、アドバイス欲しいなと思って配信してるんですけど、謝る対象がわかんないなっていうね。読んでいきましょうか。戦争、アニソン、地震のツイートなどで呂布さんのツイッターが盛り上がってるそうですね。ゆかおな。そうですね。最近だと立て続けに戦争、アニソン。まあ、あれアニソンなのかちょっとわかんないですけど、まあ、戦争のことについて、まあ、アニソン、まあ、俺のアニソン嫌いについて、で、まあ、地震に絡んだ不謹慎ツイートについてね、いちいちその 反応する人が反応したっていう感じなんです。全然俺は、まあ、そのね、その時々に、毎回同じような思考回路の奴らが同じような突っかかり方をしてくるから、ね、また同じように揉めてると思う。まあ見てる人はね、傍観してる人にはそう見えるかもしれないですけど、まあ突っ込んできてる人たちは同じような人ではあるけど、それぞれ違う族の人たちで。ただまあね、もちろんその見てる人とか、で、当事者である俺なんかはもうむちゃくちゃ慣れっこじゃないですか。もう何回やってんだっていう話なんで、まあ、全く何ともないんですけど、それぞれその時々俺に突っかかってきてる人たちは多分最初だから、むちゃくちゃ入れてくるんだろうけど、まあ無駄ですよって感じですよね。ただね、今回ちょっと違うなと思ったのが、まあ、戦争アニソンはともかく、まあ戦争はそういう、政治とか、そういうの好きな人たち。アニソンはまあいつも通りのオタクたち。で、地震のツイートで突っかかってきたやつ、やたらサッカーアイコンの人がいて、サッカーアイコンっていうか、海外のサッカー選手をアイコンに設定してるアカウントがむちゃくちゃ多くて、あれなんなんやろうね。なんでそんなことになったんだろうなっていうのだけちょっと不思議なんですけど、まあ今までサッカー部の部活で自分がサッカー部で、プレイしてる時の写真をアイコンにしてるサッカー部アイコンはもうとっくに敵認定してたんですけど、サッカー選手をアイコンにしてる、まあサッカーアイコンの人たちもね、結構同様の感じの人が多いんだなっていうね、思いまして。多分あれなんだろうな、サッカー好きアカウントの間で割と発言力のある人、誰かが最初にリツイートしたかなんかなんだろうなっていう感じなんですけど、やたらサッカーアイコンがね、今回突っかかってきて、もうサッカー部、今までサッカー部は敵っていうふうに見なしてたんですけども、サッカーそのものを敵と見てもいいのかなっていう気になってきましたね。ちょっとだから今回サッカー野郎がたくさん俺に来たのはなぜなのかっていうのはね、ちょっと気になってはいるんですけども。ところで、さっきまで俺は何の話をしてた？思い出せない、誰も答えられない。スワイプしたタイムライン、車窓からの眺め、思い出せない、誰も答えられない。